で置こう。こっち来たらいいじゃん。こっち行こう。1列？うん。来た。こうしたらいい？あ、いいんじゃないの？狭履物忘れたわ。え、履物忘れた。履物。あ、こっちね。ナラセがそっちから映ってるよ。斜め。これだよ、ほら、見て見て。あ、見て見て、ほらほら。こんなさ狭いところでやってる。幽霊みたいなんかみんな。こんばんは。こんにちは。こんにちは。暗。こんにちは。こっちに。あ、こっちで、こっちにしない？こっちの方が明るいよ。こっち向こう。で寄って隠せばいいんじゃないか。でも人が入ってきたことって危ない。こんにちは。あ、こう、あ、こう来た。こういうことダメだ。こんにちは。こんにちは。ね、ちょっと待ってて。はい、七瀬と、あ、もう七瀬のファンの皆さん、ありがとう。私とゆうなでショールーマー、ショールームは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 、もう今何でも綺麗に映ってる、みんなの横顔。お、こっち向いてね、ちょっと。あ、そこが一番いいね。こっち向いて、みんな。こっちもめっちゃ綺麗。生首、生首。生首、生首、生首。言ってないよ。なんか今日めっちゃツボ入ってくれるね、あゆるさん。そう、倒れそうだけど。生首生首それは面白い。それは面白い。今日は一回公演がまず終わりました。あゆる食べれないじゃん、これ飲み。ごめん、買いました。違うよ、嘘つくな。ごめん、見かけにしろ。いちおりさん、いちおり参加してきて。あれ好き、目やって。あれ、まって言ったらしいよ。一緒にやろ。知らん、うちできんの。できるよ、せーの。かわいこぶ。うめっ。いや、違うんだよ。鳥じゃないもん、それも。やってた。一回できないよ、せーの。本当に今練習中なの。せーの。練習中なの、本当に。せーの。そういう軽い気持ちでやりたくないの。やりたくないだけや。うめっ。めっちゃうまい、ちおり。うめ。元気ですよ。ルーマーしてきました。ルーマーしてきた。ルーマーしました。できました。こんにちは。こんばんは。こんにちは。劇場から、こんにちは。劇場からお届けしております。劇場からお届けしております。はい、はい、七瀬と七瀬ちゃんと、はい、ちゃんとゆな買います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、みんなクイズ面白かったですってね。あ、本当嬉しい。あの、くだらなクイズ。あ、ナギタム。ナギタムが来たよ。ナギもやろうかな。お、ナギもやるって。ナギもやる。ナギもやるらしい。みんなでみんなでやってます。え、みんなそれぞれ、うん、持ってる、やってる。ナギタムはデカビタを飲んでおります。あ、ナギちゃんとお揃い。あ、ほんとだ。うん、ルピス。ナギタム。うん、夏目さん、タワーありがとうございます。え、かわいいね。え、かわいい。かわいいよね。あれか、うちも前なんかテーマパークだよ。かわいい、テーマパークだ。テーマパーク観覧車回ってる。あ、おいしそう。ジェットコースター。そうだね、ここめっちゃいい席だよね、今。うん、今本当にメンバー5人がいる。まだ残ってるかもね、ぬくもりが。これみんなでショールームタイムです、ナウ。うん、お父さんもありがとうございます。イエーイ。お、シンジュイムさんもありがとうございます。見て、見て、そこがない。ゆみちゃん映したら、あやねちゃんとユーナが犠牲になる。うん、めっちゃ後ろの方に。いいよ、映りに行くよ。映りに行くよ。え、やってないの。映ってる、映ってる、映ってる、映ってる。いいよ。あ、じゃあごめん。インキャ急に出る、インキャやめて。ちょっと出ちゃうから。虹の列車で腐ってきた。虹の列車、虹の列車で腐ってきた。虹の列車ね、めっちゃ間違いだな、私今日。うん、反省しなさい。はい。それはハマってんの。うちも反省しなきゃいけない。奈々さん言って。え、怒ったよ、うち。反省しろ。はい。お前も間違えてたの。すいません。
まあみんなね、今日も正解。じゃあ昼公演の反省会。あ、いいよ、しよう。いいね、いいね。反省会。はい、じゃあ誰から行きますか。じゃあオープニングどうでした。はい、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 私はあの本当のマジの最初の歌い出しで、はい、咳が出そうになり、なぎちゃんを一人で歌わせてしまいました。あ、そう、自分の声しか入ってないから。そう、うん、なんか思いました。はい、え、どこ？ってなった。何の歌？つぼみたち。え？つぼみたち？一番最初？一番最初。なんかちょっと違和感なかった？全然。なんか大きい間違いじゃないけど、みたいな。うんってなった。なるほど。それは大反省です。大反省。オープニングね。オープニングないです。おお、たぶん。え、やだ、怖い。ないです、さすが的には。オープニングか。え、私もないです。いい間違いはないです。うん、確か大きい間違いはない。大きい間違いはない。ないね、うん、オープニングは。何に違ったっけ。オープニングはないかもしれない。こんにちは。オープニングはない。ないです。じゃあユニット、はい。はい、はい、まずフルーツスノーから行く。あ、フルーツスノーから行く。フルーツスノーは特にない。特にないですか。多分大丈夫。フルーツ間違えたりしないので。しないです。もうなんか確かに、なんかもう暗号みたいな。バナナにキュウリ、そう、バナナにキュウリ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープ、ストロベリー、メロン、すごい。え、アボカドじゃねえ、ちょっと混ざりそう。確かに。いちご、バナナ、アボ、甘い香りがする、メロン、チェリー、オレンジ。まあちょっと歌っちゃうかな。じゃあ次は、はい、私です。マリア。私、マリア、マリアね、私の、私まず歌割りで、春たち平成2から入るんですけど、あの歯でちょっと不安になって、はーるかーってなって、まあそこで今まずあれですよね、やばいやばいってなってて、その次あの踊りに戻るんですけど、右から行くところを左から行っちゃって、で後ろ鏡になってるんですね。だから鏡を見て小田を見ながら合わせました。プロみたいなのしてる。すごいですね。一人で歌う「あなたの名を」のところちょっとやばいって思って声が出ないって思って、無理やり喉を声を出して、すごい、すごい、もう出てきた。めっちゃきつかった。今日ちょっと乾燥してるね。あ、そうだね。冬本番ですね。そうですね。で次は何ですか。彼女。彼女は今回は歌詞間違えなかった。あ、よかった。はい、よかった、よかった。さすが。あの、あの、いいがいつも苦しくて、裏声になっちゃう。でもそれはもう、それはミドルボイスだよね。いい、ミドルボイスじゃん。出た出た出た。ミドルボイス使って、ボイトルの先生の教え。そうね、そこかな。いや、本当にいつも可愛いよ。絶対ソロ大変よね。10枚。私ないっすね。ないっすね。完璧でした。よ、あとルンバのね、あの歌がめっちゃ好き。なんだっけ、あんこ。ためだよね。うまっ。なんか、前どこ？さっそ言いましょうか、じゃあ。の前。なんかね。あ、ぐらい。違う。え、で、えいとしさんは。あ、そうだ。え、なんだっけ、違う。あ、違う。どこだ？どこだ？なんだんだか。そうそう、そう。あ、回し？2番じゃない、1番の最後。じゃあ最初から歌ってみよう。はい。のしずくをただ一粒与えられるだけで、じゃんじゃん、晴れた心が息づくように女は開く。次ルンバ。雨が降らない街で忘れていたい。え、ワンゴじゃない、忘れてた。え、そこだっけ。そう、多分この辺だね。忘れ、そう、るんちゃんが歌うまいっていう。そうそうそう。しかも今日はあの後から参加だったね。なのにあんなに声で、その後から来たから、みんなで歌の練習してる時にるんちゃんいなくて、そうそうそう、後から一人で練習してました。自己流で、自己流で、そう、上手だった、上手だった。え、次は？あ、君は僕の。
お、ゆなできた？え、できた！おぉ！え、踊ってきてた。アウトロずっと教えてもらってて、うん、初めて踊ったんですよ。うん、できた。おぉ、練習あるのみ。お、あるのみ。のみでした。えりちゃんがリハの50倍ぐらい笑顔でした。確かに。めっちゃ笑ってた。すごいいい笑顔。土台の笑顔ってめっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。本当に美人。本当に。本当対称左右ね。なんでこんな食べ方いかない？え、なんでこんなか。そう、息食い。何人いるの？五人。五人。ないよね。です。で、ユニットは以上。うん。そうね。うん。以上。うん。一番。三番。三番。さあ、サメユキ。あったかしら？特になかったわ。おお、すごい。ささみは大丈夫？アンチ？おお、大丈夫。アンチも大丈夫。あと次、アクシデント中。え、これは事故なんだってさ、これは事故なんだってやる？やる。やる。やってなかったわ。ああ、事故だ。ああ、事故だ。事故だ。事故だ。これは事故なんだ。なぎちゃん、あ、私たちはやりました。あ、じゃあやりましょう。あの移動するタイミングすっぽかして、ね、2人ともまだいいやって思って、本当に 0.5 に2人ともいたら、ずっと前にいるからさ、そこにさ、後ろに私とルンバが入るのにどいてよ。いや、私もいつも、もう何空いてるところに入るの、その4人がもうちゃんと準備いるから。でなのに誰もいないから、なんか 2.5 経由して 1.5 に行ったら、すいませんでした。もう2人でずっと 0.5 陣取っちゃってね、すいませんでした。みんなでカウントがあるからね。ね、そうそうそう。二人が合ってたから、はい、はい、よかった、ね、よかった。逆に奇跡、ね、でした。はい。うん、うん、あとはアフターレイン。アフターレイン。アフターレインとあと47を2時。2時あった気がするけど、なかった気がする。あ、はい、2時、はい、はい、はい、2時、はい、あの、2番でさ、はい、あの、次がいつかは知らされてないみたいな、あれやん、回る方向が左右で違うんですけど、分かんなくなっちゃって、逆方向回ってた。あー、あるよね、そういうことね、わかる、ありました、そういうことが。内回りが正解、あれはみんなが外回り、なんか左右で外回り、複雑、分かんなくなる。なんかさ、人が間違えてるとさ、つられない？うん、分かる。絶対間違えるんだけど。しかも1サビと2サビ違うと、うん、2サビの振りに引っ張られたりする。そんな長い感じ、うん、アフターレイン思い出した。私、何とぶつかりそうになったんですよ。きつ、あのさ、歌われる前、一生の目のままで見上げてる、覚えてない？これやって、なぎが歌った後にやるときに、そう、おおってなった。あ、確かに、でも下音とちょっと顔見合わせたなって思ったけど、じゃあ使ったなって言われないか、ギリギリでした。下音が避けてくれたのかもしれない。いやいや、次は和田ちゃんさん、ありがとうございます。次はずっと中継いた、中継いた、中継いた、初見の人めっちゃいるよ。いや、確かに。初見さん、いらっしゃい。初見さん、いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。初見さん、いらっしゃいって今言わないよね。なんか流行ったよね、前。ツイキャスかな。あ、ツイキャスじゃない？嘘。うん、懐かしいツイキャスとか、ね、やばい。なんか、うちらが中学ぐらい、私だけか、中学生、中学、うん、そうだね、うちらも中学。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。次は、あやるちゃんのセイヤー、イエーイ、イエーイ。じゃあね、何言おうかなって思っちゃう。考えてないんですか？考えたよ。お、
考えた？考えてるけども、うん、けども楽しみだね。楽しみだ。映ってない？映ってる。おまくびしちゃった。うそ。めんどくがして誰か。でもでも誰？やるので、あるかどうか、真面目に。大丈夫かな。何しようかな。まこうか。シエリオタ、エンジェル、なぎおしさん、タワーありがとうございます。わーい。わーい。2つある。でも見れない。タワーありがとうございます。ね、でも分かんない。誰だろう。やった。嬉しい。友達いっぱい。楽しいな。やったぜ。なんか話題。話題？話題提供。ちょっとあの相談。なんですか？なんですか？サイリウムの音色をね、うん、白と青にしてるんです。うんうん、一緒。凪も白と青でしょ。そうなの。かぶっちゃったね。そうだからね、なんか凪と一緒の時は分かんないの。あなるほどね。流行の時もそうだった。なんか確かみんな私のファンって思っちゃう。かなみたいな。そう。だからすごい伺っちゃうんだよね。確かに。もう一本どっちかが足せば。あもう一本？確かに。三本。三本やばいからね。それか色を一本。それか。今日六本くらい持ってる人いたね。すごい。めっちゃ持ってる人いた。ペンライターがいた。だからうちわをね持ってくれたらプラスで。確かに。わかる。700円ってうちわの。キュアが一番わかりやすい。あゆねちゃん何色ペンライト？特に決めてないけど、一応聞かれたらピンク、違う、水色と赤って言ってた。なんでなんか好きな色。水色と赤の組み合わせ好き。私1点流せば。私は赤と黄色。絶対黄色入ってそう。本当に？確かに。なんかピザっぽい。やべえ、そういうことか。いいな。めっちゃピザだね。ピザ。なるほど。ユナは？私は紫と青って言ってる。ああ、紫入ってそう。紫なんてあるんだ。あると。でもないとなんかピンクとか。でもさ、マジモリの時ってさ、うちはダメでさ、ペンライトだけ OK なのじゃん。どうやって自分のファンの人見分けようと思って。そうだ。ペンライトを十字架にしてもらおうと思って。すごい。だから結構公園で十字架こうやったら言うの。そうそう。すごい。それは頭いい。2人考えたらどっちか十字架。確かに確かに。そうそう。白と青。じゃあ T にしてもらおうかな。あ、いい。下尾の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 十字架は言うなになっちゃうから。じゃあ T。 T ね。つなぎつのにする。かわいい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 。打ち合わせた人はね。ペンライトで。今こうやって。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。絶対わかるよ。ねえ、わかるわかる。もうカチューシャ作ってくるかもしれない。刺す用のうらうらさんのタワー。うらうらさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、みんな怖い。ありがとうございます。すごいね、1カメ、2カメ、3カメ、5カメ、5カメある。すごいすごいすごい。こっち向いて。ねえ、気持ち悪い。ねえ、あれやろ、振り子みたいなやつ。あ、やろ。なんか一人が左に、いや右に、まず言うな、右に行くじゃん。そしたらそれにぶつかってあやねちゃんが左に行くの。順番にね。じゃあ行くよ。あれ？で、戻らないと。うちが戻らないといけない。あれ？一人がさ、一人がこうなってこういうこと。あ、そうそう。ずっと捨てなきゃいけないこと。ユーナと、あれ？なんか下音と凪が同じ。なるほどね。じゃあ一人ずつやってくるやつ。むずっ。あ、むずっ。お腹すごい。じゃあジャングル。ジャングルから。こちら。いきます。はい。
サイゼリアって、あそうあるの、うん、そうでこの天使ちゃんを見てサイゼリアじゃんってあサイゼリアだみたいな食べてますね、うん、洋風なんか洋風みたいな洋食やから、うんうんうん、で一瞬ね空気がねそうあどうしよういや失礼なこと言っちゃったでも可愛い、うん、反省できるところがななせのいいところね、うん、タワーだ。うん、タワー誰ですか？ありがとう。あ、タワーいつも歌ってる。エヴァ。うん。科学先生、アットマーク、ミューディー。私じゃん。ミューディー。ミューディー。マテバクワ先生や。そう、多分みんなに投げてくれる。すごい。すごくない？ありがとう。科学先生。すごい。アットマーク、ミューディーさん。来てない。科学先生。来てない、来てない。ハムニだ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 。ハムニまぶしい。誰でしょう。
もう忘れたな。忘れた。品津川。あ、そう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 。よしみ。おー、惜しい。くしみ。惜しい。くしみ。くしみ。くしみ。うん。くしみ。みは合ってる。うん。よしみ。よしみ。ケバミ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 。やばい。誰と。サワミ。サネミ。サネミ。正解。サネミです。品津川サネミ。こちらです。こちらです。こちらです。アイレちゃんルームで。こちらの。こちらです。兄貴です。そうです。品津川サネミが。うん。そうそうそう。この子が全然この子の名前が全然覚えられない。時藤無一郎です。時藤無一郎。むいちゃん、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 最年少なんでしょ。そうだよ。煉獄さんより若い。煉獄さんって上の子。煉獄さん28歳。28歳。嘘、10代だと思ったわ。煉獄さん28歳。炭治郎と井之助が15歳。若すぎる。善逸が16歳。嘘。むいちゃんは14歳。え？品津川さねみは21歳。呪術廻戦だ。詳しいね。鬼滅辞書じゃん。そう、え、何だったかな。宮岡さんも21歳。若っ。あのめちゃ人気の機長さん。あ、胡蝶さん。胡蝶忍さんは18歳。18歳。若っ。胡蝶さんね。胡蝶さんね。恋柱は、恋柱何歳だったの。そうそうそう、ピンクと緑。恋柱が18歳だな。若いんだ。胡蝶しのぶさん17歳だったっけ。あ、胡蝶しのぶさん17歳か。やば。そう、どっちか。でも17、18だった気がする。鬼ごっかいね。鬼ごっかいだったから。読んで。あ、あだよね。そうだ。え、やばいやばい、懐かしすぎる。鬼ごっこしてる。これこれだよね。何それ。呪術廻戦全然見てないから。狂気展開ごっこはもうやめだ。おお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 なるちゃん激しくなりすぎてさ、変にやってるみたいな。うちらね、すごいの。そうそう、あれ全然わかんなかった。見てる方が。あ、本当に。なんか爆弾さえやっちゃったというか。あー、嬉しい。よかった。見てびっくりした。私もその歌一番好き。わかる。ウリゴッコはもうやめた。なんでね、あれはもうずっと頭に残る。あと、キレイキレイ好き。うん、今からもう思い出話だけど、かわいい。なんかだるまだ。今日の公演の話そうなんだよね。テーマパーティーの話3人もいる。テツさん。テツです。テツさん。テツです。テツです。テツです。言い方はい、結構鉄です。何が？鉄です。鉄です。あ、鉄役ってこと？はい。鉄です。鉄です。鉄ちゃんです。鉄ちゃんです。お茶劇場。そう、お茶劇場。え、お茶劇場って何なの？その名前？何なの？そう、あの AKB48 劇場じゃん。あ、お茶劇場。なるほどね。で、その舞台の名前が鉄ちゃん。間違えた。ジョンマイラブ。ジョンマイラブ。ジョンマイジロー。そうそうそう。ジョンマイジロー。てっちゃん。え、女役ってこと？てっちゃん。え、女役？そう、女の子でてつっていう名前。ジョン万次郎の奥さんらしい。ジョン万次郎知らないでしょ。ジョン万ジョン万。ジョン万って言うよ。ジョン万って言うよ。ジョン万って言うよ。ジョン万ジョン万って。ジョン万。舞台いいね。見に行きたいな。え、来てほしい。行きたい。愛媛だけど。3公演1日やって。えみちゃん12月。3公演あって。うん、じゃあ15で15、12月15、16。うん、そう。じゃあ3日滞在したら見れる。うん、滞在しよう。滞在しよう。滞在したい。マイノミって美味しいね。ね、でもマイノミ冷凍するとおいしい。ね、
日後、15。うん、13位、生誕祭が楽しみですさん、9位ネスカフェさん、8位クマックマちゃんさん、7位ショートさん、6位桃の天ぷらさん、5位タイラさん、4位和田ちゃんさん、3位お父さん、2位シンジュームさん、1位夏目さんです。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。11位はドラさん、応援よろしく。
イバーイは台湾のラビムさん、ラビムさん、ゴンさん、7位東京特許、東京特許局長さん、職員の木村さん、5位北海道、7位はミミさん、ありがとうございます。6位はキングスタッフさん、4位 TK さんから今からしちゃいます。5位はアイノさん、2位アイノさん、1位ありがとうございます。一番可愛かったです。4位はカンカーありがとうございます。来てくれてありがとう。3位は今からご飯ゾンデアトマコのこさん、なきさん、大好きさん、ありがとうございます。2位はうらうらさん、ありがとうございます。1位はシェリオさん、ゆさぎよしさん、ありがとうございます。お弁当ちゃんたらお弁当さん、食べたいと思います。はい、公演がじゃあ頑張ります。ということで、今日はミユからはなしなんですけど、ランキング発表いきたいと思います。登壇してる方だけ読ませていただきますね。じゃあちょっと準備もあるので、ありがとう。はい、じゃあ13位からいきます。あ、変わっちゃった、ごめんね。13位からミッチーさん、13位おめでとうございます。そして12位がクラウド QT さん、12位おめでとうございます。そして11位がミユの彼女シリーちゃん、シリーちゃんおめでとうございます。そして10位がユーユーさん、10位おめでとうございます。そして9位がジアリミさん、9位おめでとうございます。そして8位がモリさん、8位おめでとうございます。そして7位がちひろさん、7位おめでとうございます。そして6位が、ヌーポッパ、いくちかよ。そして5位がゼゼロさん、5位おめでとうございます。そして4位がピーシャーさん、4位おめでとうございます。そして3位がひでじろさん、3位おめでとうございます。そして2位が最高のフィナーレをし、いるちかよ。そして1位が科学先生、いるちかよ。はい、ちょっと今日は登壇してる方で見ましていただきました。見てる皆さんありがとうございました。じゃあバイバイで。ユナ、アイラちゃん、バイバイ。ありがとうございます。カムサミンダ、カムサミンダ、カムサミンダ。どうもありがとうございました。じゃあスクショしてきます。ムズイテンギ、おお、ムズイさん、時とムイチロ、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 時とムイチロ、ムイチロと、やばい、スタッフさん見つけた、危ない。はい、以上です。ありがとうございました。バイバイ。寝る声も頑張ります。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 